先には広がる未来のポピュラーの暮らしバラ色の生活以外考えられない、そりゃ妄想、人にそう言われても構わやしない、勘ぐれば勘ぐるほど君にハマってるって思い知らされてる。一人で連絡がない夜には片手に携帯持って今回は大分県中津市三光田口に位置する八面山に行ってきました。この八面山は高さ659メートル、そして中津を代表する山であり、地元では八山とも呼ばれています。八面山は中津のシンボルとも言える山で、四方八方のどの方角から見てもほぼ同じ姿をしているところから八面山と呼ばれています。また昔はこの山に矢竹が多く生えていたことから八山とも呼ばれています。古くは山岳仏教の信仰を集めた修験の山とされ、それにまつわる名残も多く存在しています。標高は659メートルで、展望台から海も一望できます。そして国東半島や姫島まで見えていくんですね。この山岳仏教の信仰を集めた修験の山とされているんですけども、麓付近には、真言密教のお寺が入ってましたね。新五寺っていうところに釈迦の涅槃像があるんですけども、この八面山には九州88箇所108霊場という弘法大師のゆかりの地の霊場なんですね。でこの麓には境内には山岳寺院の雰囲気でですね、滝があり、数多くの石仏が点在していますが、その中でも特に大きな石像は釈迦の涅槃像ですね。高さが9メートルあり、境内の石に直接彫られております。すごいですね。やはりここにも小屋さんの真言密教が入っていました。そしてここで空海は何をこの山に見たのでしょうか。まあ今回僕もこの八面山をですね、探索してきて思ったのが、この八面山、まさしく古代遺跡ですね。もう古代遺跡そのものでした。この八面山の中には、コミュニティがあり、ここに確かに古代の文明の古代人たちはここの山に住んでいました。そして数ある巨石群、これはもうこの山を象徴するように巨石群も配置されており、象徴だけではなくても実用的に、石が配置されて使われていましたね。エネルギーを効率的に吸収し、そのエネルギーを、巨石伝いに、しっかりと受信して使っていた。貯水用の池みたいのもあるんですけども、こういう場所もちょっといきなり作られたんじゃなくて、古代にやはりちょっとこう水の集まる場所というのも確保されていて、それを増設というか、またさらにちょっと手を加えて貯水用の池に整地したのではないのかなという感じも受けました。まあこの山は本当にもう霊山ですね。空海がここにやはりお寺を置くということは、もうここはやっぱりその釈迦にもゆかりのある日本古来の古代文明がここに存在していて、その大きな拠点の一つであったということを空海も指し示していたのではないでしょうか。まあとにかくこの日本の山岳信仰、古代文明というのは密接な関係がありまして、密接というよりもこの元々の古代文明の巨石、山岳信仰というんですかね、ちょっと名付けるならば、最近もうちょっと分かってきたんですけど、太陽文明、日本古代にあった太陽文明の痕跡ですね。この太陽文明と僕は名付けました。太陽の配置にものすごく精度が高くですね、さまざまなものを設置してるんですね。もう太陽を中心に巨石を配置している。冬至のライン、夏至のライン、春分の日、秋分の日、主に冬至と夏至というのが顕著に現れるんですけども、それをですね、すんごいこの古代の遺跡に投影させているというのは、本当に太陽文明のそれ以外何物でもないのではないでしょうかね。そしてこの太陽文明は、釈迦、仏教の根本ともなる、釈迦はそもそも本来日本人という動画を先日上げたんですけども、釈迦の由来はですね、こういうもう太陽文明から来ている。そしてこの山の
文明ですね、太陽文明の一族が山神としてですね、まあ、世界各国に巡行し、その技術を伝えて広めていった。その広めていった一族の末裔の一人として釈迦がいたのですね。そして釈迦の時代にはその系図歴史をしっかり把握していた。そして火種の貴族とも呼ばれてですね、その哲学と英知を、まあ、弟子たちに教えていってたのではないでしょうか。まあ、この八面山ですね、中が本当に巨石でできた、巨大要塞になっていましたね。でこの巨石というのは本当に太陽と密接、まあ、太陽文明と言ってもいいような、太陽との関連性が必ずあります、巨石には。そしてこの太陽との関連性を見ながら巨石を照らし合わせていくと、見事に太陽の動きと連動しているんですね。まあ、この太陽からのエネルギーをね、効率よく取るために巨石というのは配置されていますし、作られていますので、太陽の動きを見ると、この巨石群がいかに人工で設置されて計算されて作られていたか、この太陽の時代の太陽文明の巨石はですね、いかに太陽と連動して作られていたかが分かっていくと思います。この八面山のすごいところはですね、中に巨石群があるんですね。以前にも撮ってるんですけども、和洋石という巨石群もあるんですけども、それ以外にもものすごくあるんですね。和洋石っていうのが代表的にあるんですけども、それ以外にはこの 裏の方には八山権現石舞台ですね。これも古代巨石信仰の岩倉で、昔この石舞台で五穀豊穣家内安全、病魔厄除けのために八山権現に神楽を奉納していたと言われています。八山権現石舞台、縦 19.3m、 横 13m、 周囲 57.3m、 面積250平方メートル、畳152枚分ですね。石舞台としては日本一の大きさを誇ると。そして和洋石があり、頂上付近の八山神社には金色の高石と犬石があるんですね。八山神社にある巨石群の中で鳥のくちばしの形をしているのが高石、隣の低いところにあるのが犬石、和洋石の縁にある巨石と言われ、八幡大菩薩が金色の鷹に変化し、金色の犬を召し連れて八面山に飛び帰り、法蓮と和解した後この巨石になったと言われている。そして神護寺ですね、こちら空海の九州88箇所108霊場の一つ、神護寺という神護密教の寺も入っていますし、八面山の山頂にはですね、正家の花、八面山山頂標高659メートルに正家の花と呼ばれている海絶壁があるんですね。まあ、この八面山ですね、中が本当に巨石でできた、巨大要塞になっていましたね。でこの巨石というのは本当に太陽と密接、まあ、太陽文明と言ってもいいような、太陽との関連性が必ずあります、巨石には。そしてこの太陽との関連性を見ながら巨石を照らし合わせていくと、見事に太陽の動きと連動しているんですね。まあ、この太陽からのエネルギーをね、効率よく取るために巨石というのは配置されていますし、作られていますので、太陽の動きを見るとこの巨石群がいかに人工で設置されて太陽と連動して作られていたかが分かっていくと思います。今回八面山を中を探索してきたんですけれども、この巨石群は本当に太陽の、光と連動していて、で太陽と密接に関係していた文明の痕跡というのが、垣間見れたと思います。そして古代の人間はこういう山で生活をし、そして巨石を使ってさまざまなシステムや、住居のインフラ、あとは象徴なども兼ね合わせて、移行していった。古代遺跡、まあ、巨石遺構をですね作っていったということを何度もご紹介しているんですけども、ちょっとこういう地図を、日本の地図を見てみますと、やっぱり日本列島、緑が本当に豊かですよね。でここに大きく、広く日本を見ますと、平野の方が少ないんですよ。
っぱ関東の周辺は割と平野に開けてるんですけども、あとはまあところどころこう、まあ、今ね都会と言われているところは大体平野にできてますよね、今の文明では。ただやはり他の世界を見てみると、まあ、もちろん険しい山なんかもあるんですけども、でこういう本当に砂漠のところとかいろいろ密林とかもあるんですけども、本当に日本ほどバランスの取れた本当にあの豊かな国というのは本当に世界を見ても稀なのではないのかなと思っています。そしてまあ今の時代はですね、何もないと言われている場所こそ、まあ田舎こそ古代文明にとっては都会だったのではないのかなと。まあ、現代の文明と古代というのはもう本当に相対的なもので、現在の文明を発展させるには古代の文明を壊して、土地を開いてね、無機質な建物を建てていくというのが今の文明で、まあ、アスファルトを作ったりビルを建てたりというのは地球には何一ついいことがない。しかし古代の文明のこういう山の中に作られた巨石以降はですね、地球にとっても人間にとっても宇宙にとっても全てに対して合理的であり負担をかけない作りになっていたというところが、この超古代文明の最大の魅力であり、偉大な英知なのではないのでしょうか。こうやって上から見るとですね、本当にこの山の、なんていうんですかね、こう模様というんですかね、道が脇にこうあって、山がこう、上から見るとすごい綺麗なんですけどね、実際登ると本当に険しいんですけれども、こういう山の緑豊かなところというのは、自然が循環するんですね、循環。水も循環しますし、生命も循環する。本当に宇宙から見ても綺麗な循環というのが起きてるんですね。しかしこういう、まあ、開かれた現代の文明の地というのは循環というのがなかなかうまくできていないですよね。体でいうと本当に健康体というのはこういう山の部分にあって、まあ、こういうちょっとこう開けた街っていうのはもうちょっと細胞でいうと死んでいる部分になってしまいますね。つまり現代の文明というのは地球をやっぱりちょっとこう削ってですね、地球の生きてる部分を削って、僕たちの文明っていうのは存続している。もう少しですね、やっぱり地球にとっても人間にとっても全てにとって、いい状態ですね。体にとったら、まあ、体に対していい細菌であるべきかなと。まあ、人間というのは一種の細菌に近いものだと思うんですね、地球にとったら。いい細菌でいたいなと、思うこの頃でした。では今日は、八面山のですねご紹介をこういう形で、させてもらいました。まあ、この八面山はですね、そんなに険しい登山とかは特にはあまりはなかったので、割と行きやすい山でしたね。車でずっと登っていけますし、ポイントポイントも移動でしやすかったので、ぜひね、まあお近くの方とか観光の方などは、八面山行ってみたらいかがでしょうか。ものすごい景色と古代のですね、もうものすごい巨石のパワー、エネルギーに触れることができると思いますので、とてもおすすめの場所です。はい、それではまた、ごきげんよう。